はい、お次はですね、旧マイカル大船サティがありましたですね、場所大船駅前のところに来ております。ここはですね、旧マイカルのですね、大船サティがあったんですよね。で、2002年か2004年ぐらいにですね、駅前開発があって、いろいろもう変わったらしいです。で、今ちょっと見えてきてますけども、ヤマダ電機ラビワン、大船っていうのが目の前にあるんですけども、そこで当時ですね、マイカルのですね、大船サティがあったところです。ここがですね、元マイカル大船サティがあったところです。皆さんにご覧差し上げたいと思います。ここですね、元マイカルあったところです。ちょっと歩いてぐっと回りたいと思います。こんな近代的な建物になっちゃいましたね。旧マイカルが。もともとあったんですよね、サティが。ちょっとすぐ戻りますんで。ラビワン、ここに駅前開発ですね、ちょっとあってですね、変わってしまったらしいですけども、ここは旧マイカルの大船サティがあったところです。ちょっと行きまして、グランドシップって書いてありますね。グランドシップ。私は文理学校、こんな感じのグランドシップって書いてありますけども、まあ、私は文理だからね、こう旧マイカルの建物ですけども、ちょっと一瞬お待ちくださいね。はい、行きましょう。場所わかんないですけども、鎌倉市って書いてありますね。 あっち行ったら鎌倉市なのか。すごい場所ですね。よいしょっと。あ、いい音楽流れてるね。でんでんでれれでれれ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 れ。笠間口ですね。笠間ステーション、これ大船駅。アイフルとか渋い街並みですけどね、こっちは。ここが牽引東北線ですね。牽引東北線、大船駅見えますかね、皆さんですね。グランドシップ、これは旧マイカルあったところです。このままちょっと行きます。よし、グランドシップ
っすぐ行ったところがゴールか。ちょっと行きますか。せっかくですからね。よいしょ。よし。はい、こっちの方に。ちょうど。グランドシップ。もうちょいません。セサミスポーツクラブというのがそこなんですよね。セサミスポーツクラブ。はい、じゃあここはですね、旧マイカルのですね、大船サティがありましたらですね、今ヤマダ電機のラビワン、あとはライフ、スーパー入ってますけどね、ここに来ました。はい、ここバスターミナルがありますね。ありがとうございました。